こんにちは。イズミックビスタジオ体幹トレーニング、暑いですね。暑いね。今日はね、ガンガン汗かくんじゃなくて、ズボラなストレッチをやりたいと思います。ズボラ、はい。足を前に投げ出して、おでこ床につきますか？はい、うん。あね、腰もそうなんですけど、うん、この辺すごい張るんですよね。足の裏が張る。そうそうそう、うん、腰丸くなってしまう人多いと思うんですよね。足開いてみましょうか。はいはい、これ。うん、お尻が丸くなっちゃうよね。うん、で、前に行かないで後ろにのけぞっちゃうような。そうそうそう、うん。で、お膝が、手が後ろにないと倒れちゃうよね。うん。こんな人たちのための、今日は股関節のズボラストレッチを行いたいと思いますので、よろしくお願いします。イエーイ。さて、股関節のズボラストレッチ、ご用意いただくものは何でもいいんですけど、腰の後ろにちょっと物挟むので、そこですね。例えばサランラップ、はい、こちらサランラップの芯、あとは雑誌にタオルをこうくるくるっと巻いたもの、あとはね、バスタオルをぐるぐるぐるっと円のように、はいはい、筒にしてもらって、はい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 、こんな感じでいいですので、こんな感じで腰の後ろに入れるので、そうです、そこに入りそうなもの、お家にあるもの、バスタオルだったりサランラップの芯、雑誌をタオルで巻いたもの、何かをご用意ください。はい、両足を壁に乗せて、先ほどの腰に当てるものを、そうそうそう、腰に当てて、膝と股関節を90度に、そうです、曲げたら、膝の間にこんな感じで骨盤の幅のもの、何か、今ボールですね、ボール挟んでいただいて、お尻を床に落とすような感覚で20秒間ぐらい止まっててください。足の付け根が硬くて噛まない、腰が丸くなっちゃう人は、ぜひストレッチしてみてください。はい、そしたらこの状態でお腹引っ込めます。今度は骨盤を床から浮かして、ダンスのアイソレーションを行っていきましょう。後ろと前です。その時に腰に挟んでるものから体が浮かないようにしっかりと押し付けて、お腹の上に重たい雑誌とか広辞苑とか乗せておくと意識がつくと思います。今度はチューブを挟んで足の上げ下げです。注意してほしいのは、股関節とお膝の関係、90度保ったまま、そしてもう一個はお腹膨らまないように引っ込めながらやってみましょう。足の上げ下げ運動が終わったら、どちらかの足を上げます。90度ですね。その状態で手で後進です。歩いてください。手を動かすことによって、さらに体幹の引き締めと股関節の巻き込み感覚が強くなると思います。お腹膨らまないように、あと溝落ちが床から離れないように肋骨締めておきましょう。逆の足も上げたらば、同じように行ってください。さて、レッスン側はどうでしょう？さっきよりもすごい、うん、そうだね、膝がね、伸びてきたね。開脚も、やってる方たちはご確認してください。ズボラストレッチなので、力を抜いてお腹を引っ込めながら、頑張ってください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。